あ、クッさんお願いします。やりたいんですけどね、なかなか、あ、もう、なんか、おそらく買わないですけどね、なんかここまで来ると。まあそもそも、まあ絶対なんかそういうことやると思ったけど ね、なんかまたやってきた ああ、そう、そういう感じね。はい。アミラティブじゃなかったの なるほど。ゴーさん、こんばんは。お久しぶりです。天才ですよね、本当に。天才的な、指し回し。ああ、そうやって受けるのか。なるほど。ええー。まあ、ついてるんて。いや、めちゃくちゃすごいですよね。構想力が半端ないですよね。角のラインがちょっと変わったとこに効いてるんで、普段とね、違うことに気を配らなきゃいけないんですよね。最近、将棋がひどい。本当? あ、こういう将棋指したい。康光竜とか、山崎竜とかですか? こういう将棋結構ロマンありますよね。あー、そっかそっか。疲れるのか。張飛さん倒したら戻りそうです。最悪じゃん ひどいな。50過ぎると最近のゲームはわからん。最後のゲーム PS2。ああ、なるほど。ゲームもね、なかなか。ついてたけど、あ、まあ、さばければ、硬さ的には勝ちそうだけど。またすごい構想らしいよ。ですよね。本当に。これ、同角は取れないので、まあ、金取りなんで。同飛車と当ててきて、でも、同飛車、同飛車、同角で、一一飛車が王手角取りなんで。おー、これは金取りだ。でも、まあ、どっちにせよ王手、それを避ける手もあ、避けるっていう感じとか。今日あたり考えようかな。お こういう将棋 こういう将棋、やっぱロマンあって結構、クッさんはそういう、なんか こういう将棋の本当実力がえげつないなっていうのは思いますよね。セガサターン、まあ、聞いたことあるけど、何かは 知らないけど 聞いたことありますね。51だよ まあ確か結構50ぐらいだなっていう記憶はなんか以前自分のライブで多分話されていたような気がして。イチローさん なるほどなるほど。これは風か、強か、どっちか迷う。あ、なんか、金とか打つ手もね、すごいあります。金打つか。玉は、ね、挟撃態勢作った方がいいんで。金入ったら、詰ますよって感じですね。どういうこと? 50過ぎて金こんがいやってたです角とか打つのはどうなんだろう?微妙かな?角打ち。角打ち、寄って。寄って取って。で、足りないね。まあ別にどう、まあ素直に取るか。
同格の瞬間が多分緩いんで。同格は、やっぱ、まあ、二三角とかあるんで。縄に投資は関係ないです まあ、金上がる手とか、なんかそういう手を考えてるのかな。まあ、取るか。上がる手は、まあ、角とかで縛る手があるんで。そうね。この瞬間。まあ、銀入ったから銀とか取るから。まあ、角なんか残しておきたいな。角が効いてるんで、怖い。マホピッピー、マホピッピー。何の歌だ承知。承知銀、愛、角。金引きで受かるのか。金引きの時にどうしあ、そういうことか。何の気なしに歌ったけど。ジャパネットか。マホピッピの歌知らなかった。100万ダウンロードされて、なるほど、なるほど。角が邪魔 角がお邪魔なんだが。なんかね、詰む手順とかもありそうだけどね。まあ、角打つか。まあ、詰めろで、まあ、角内同金も詰めろだから。角内じゃない、同角は。まあ、飛車打ちの詰めろで。まあ、近づいたから、個人的には嬉しいな、みたいなとこですね。挟撃態勢になってるんで、なかなか、難しいと思うが。まあ、今日とか打ったらね、なんか銀とか打って、次の飛車打ちからの詰ましを見せたい。タネコンガーさんの歌。金とか上がっ、ちょっと待って。なんか時間かけすぎだな。こういうことしとくか テーマソング 時間上がるのかな？まあ、時計ないで。ああ、そっかそっか。ね、優勢になってからの指し回しが、ちょっとひどいけど。すごい粘られてる。はい、ありがとうございました。同局に桂打って飛車ぐらいかな。
構粘られた。はい、ありがとうございました。粘りが強かった。4三銀成か4一角で決まってた。あ、ここか。あー、なるほど、なるほど。6七銀成か。あー、なるほど、なるほど。6七銀成、同銀は。あ、待って待って。で、6七銀。はい。何で、銀。ああ、なるほど、なるほど。銀取ってきちゃうか。なるほど。ああ、なるほど、なるほど。いや、全然6七銀考えてなかった。単に角で縛るってでもよかったってこと。4169角で、まあ金、あ、金取ったら5八飛車詰めよってやつか。なるほど、なるほど。そっか、6七銀成は結構実践的ですね。銀成りたいですね。なんか実践的、まあ自分は全然思いつかなかったけど。そっかそっか、詰め将棋って感じかな。で、いつから私いじられてる確かに。金コンカーさんがいじられてるイメージあんまないですけどね。てか、全くかな、全くないかったけど。アークさんありがとうございました。タダで取られすぎた。なんか、そうですね、その、端で結構、こっちが成果を上げて、でも結構粘られたなって感じです。お姉ちゃんもテーマソング作ろう。まあ前なんかテーマソングっぽいなんかオープニングあったけど途中から使ってないけど、まあ、たまには、そういうテーマソングを使うから。ネット将棋界、維新を争ういじられキャラがいますね。いつからそうなったん？扱いなさん、お疲れ様です。いや、ない、ピントのずれた、いじりばかりしてたんです。あ、まあ、なんか、あ、これちょっとね、ひどかった。6七銀成が、なんか一番良さげな気がします。ということで、ありがとうございました。